今年もアジサイの季節がやってきました。アジサイは様々な種類があって、撮影してて楽しいお花の一つです。今年も相模原北公園に行ってきました。ここは200種類、1万株が育成されているそうです。前半は望遠レンズ、マクロレンズ、魚眼レンズで撮影している様子をご紹介します。後半はカメラと OM ワークスペースでのロー現像についてご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。去年出した動画もアジサイ撮影に使えるいろんな機能をご紹介してますので、よかったらぜひご覧ください。まずは園内の様子です。撮影に行ったのが6月の4日、5日ということもあり、園内にはまだバラもたくさん残っておりました。アジサイも種類によって結構咲いているものと、アナベルのようなまだこれからというものもたくさんあります。結構長い期間楽しめそうですね。まずは各レンズでの撮影の様子をご覧ください。最初に望遠レンズで被写体の前後を大きくぼかして撮影しました。被写体の前後を大きくぼかすには4つのポイントがあります。まず1つ目は焦点距離、長ければ長いほどボケも大きくなります。ですので望遠レンズの望遠側で撮りましょう。2つ目、近寄れば近寄るほどボケも大きくなります。ただ最短撮影距離、ピントが合う限界っていうのがありますので、それを把握した上で近寄りましょう。40-150だと撮影面から被写体までの距離70センチまでピントが合います。3つ目、被写体と背景、前景を離す。被写体と背景の距離、被写体と前景の距離が遠ければ遠いほどボケも大きくなります。4つ目、最後に絞りを開ける。 F 値を小さく、これでですね、 F 値を大きくしたり小さくしたりして最終的なボケを調整するという形がいいかなと思います。こんな風に望遠レンズで撮影しました。望遠レンズでズームを最大にして被写体に近づき、レンズのすぐ手前に前ボケの被写体を配置、背景が遠くなるようにアジサイと同じ高さで横から撮影で、絞りは F 値を一番小さくして撮っております。こちらの被写体、真ん中にピントを合わせて撮ろうと思います。できるだけ近づいてですね、ズームを目いっぱい 150mm まで動かして寄ります。で、前ボケを作るためにちょっとしゃがんでですね、手前のアジサイを前ボケに、後ろのアジサイ、そして緑を背景ボケに選びました。で、何度か撮影しておりますが、もう真ん中のお花一つに絞った方が良さそうだったんで、ちょっと構造を変えました。ちょうどピンクに囲まれているような感じになるようにですね、配置して撮影しました。次の被写体に撮影の時、風が結構強かったので連続で撮影をしました。この時に後ろにピントが抜けてしまうとロスをしてしまうので、私が勝手に名付けた半押し連写という撮り方で撮ってます。半押しでピント合わせて全押しで押し込むとシャッターが切れますけども、その後ですね、指を完全に離さずに半押しまで戻して、でまた全押しという形で、全押しと半押しの間を行ったり来たりしながら撮ることでですね、最初に決めたピント位置がキープされて撮影ができます。正式な呼び名があったら教えてください。次にマクロレンズ、こんな風に撮影しました。マクロレンズはとにかく被写体に近づくことが大事です。離れてしまうと単なる 60mm マクロだったら 60mm の画角の大きさでしか撮れません。近づくことでですね、マクロ領域っていう形で拡大率が上がっていきます。で、次にですね、自分のちょっとした揺れでピント位置がずれてしまいます。じっと止まっていられればいいんですけども、そうはなかなかいかないんでですね、手持ち撮影の場合にはシャッターは半押しして待つのではなくて、一気に押し込んだ方がピントがあって撮れる確率が上がります。
で、横から撮影することでですね、背景が抜けて背景ボケというのができてきますので、背景もよく見ながら撮影してみましょう。拙者の撮影の場合、ちょっとした揺れがですね、大きなブレにつながります。今半押しでピントを合わせましたが、ちょっと構造を変えてですね、ガクアジサイの真ん中の丸いところにですね、ピントを合わせようと思います。で、もう半押しして待たずにですね、ここだと思ったら押し込みますという感じで、揺れてる中でなんとかですね、ピント合わせをしております。で、撮れた写真はこんな感じですけども、まあ実はこれちょっとですね、後でレタッチをしております。その様子も後でご覧ください。最後に魚眼レンズですけども、魚眼レンズこんな風に撮影しました。これもですね、被写体に近づく、普通に撮ってしまうとですね、単なる歪んだ写真にしか見えないんですけども、被写体に近づくことでですね、あの遠近感が強調されます。特にこの 8mm フィッシュアイ、レンズのすぐ近くまで寄れますので、思いっきり寄ってみましょう。魚眼の特性としてですね、周囲が広く映るので、俯瞰や煽り撮影がおすすめです。被写体に寄りました。ただまあ、普通に寄っただけじゃ面白くなかったんで、下からですね、煽るように撮ってます。で、本当はもっとぐいぐい近寄りたいところなんですが、キャプチャーをしている関係上ですね、外付けのモニターをつけていることもあって、ちょっとこの辺限界でした。F1.8 なんでですね、ボケも大きくなるんで、ちょっと変わった面白い写真になったりします。こちらはですね、さっきの設定のまんま感度を戻すのを忘れてましてですね、4000分の1になってますけども、 ISO 200で良かったですね。これも思い切り寄ってます。ちょっと自分が動くだけで背景の印象は変わります。素敵な背景を探しましょう。こちらは40-150のレンズでですね、実際を狙ってますけども、今ピントが抜けた時にですね、後ろに木があったのが分かるかと思います。濃い色をしているのが 木ですよね。で、まあちょっと動いたら周りいろんな色が出てきました。黄色だったり白だったり紫だったり。で、さらにですね、ちょっと動くと緑が出てきました。という形でですね、自分がちょっと動くだけで背景大きく変わりますので、動きながら撮ってみてください。さて、ここからはですね、ローゲンゾについてのお話です。ローゲンゾにチャレンジということで、JPEG からレタッチするよりもですね、ローゲンゾがおすすめです。撮影するときに画質モードをロープラス JPEG という形で撮影してみてください。ローゲンゾのメリットは、画質を落とさずにですね、様々なバージョンの JPEG を複製することが可能です。カメラ内でも簡単にできますし、パソコンのローゲンゾで作品作りもできます。ローゲンゾの方法3つございます。まず最初にカメラ内ローゲンゾについてご紹介いたします。はい、それではローゲンゾのやり方、まず1番目はですね、カメラで、ローゲンゾするという機能があります。撮影したカメラでですね、ローゲンゾしたい写真を選んでいただきます。まずは再生ボタンから写真を表示して現像する写真を決めます。今これ出てますけども、この写真をちょっとやってみたいと思いますので、決まりましたら OK ボタンを押します。そうするとロー編集っていうのが出てきますので、さらにもう一回 OK ですね。で、そうすると選択肢がですね、中止を含めて5つ出てきますけども、まずは詳細設定1っていうのをちょっと右に入ってまいります。で、左側にですね、現像の時にですね、変更できる内容が記載されております。で、最初まずどういう画質で保存するかということで、ラージスーパーファイン、ラージファインとかですね、選べます。特に差し支えなければ、ラージスーパーファインがおすすめです。で、2番目はピクチャーモードですね。ピクチャーモードも、後から現像時に変えられますよということで、まあ、アイフィニッシュだったりとかですね、あとアートフィルターなんかもここにありますし、カラークリエイターなんかでも、使うことができます。例えばカラークリエイターにしたときには、下に行くとですね、全体をビビットにしたりとか、色合いを変えたりっていうのがですね、それぞれ前のダイヤル、後ろのダイヤルで変更が可能です。ちょっと鮮やかにしてみましょうかね。で、画面はですね、瞬時には変わらないんですけども、
更新ボタン、今赤い録画ボタンですね、これを押していただくと更新されます。かなり鮮やかになりましたね。ホワイトバランスも変えられます。例えば分かりやすくちょっと電球にしてみますと青っぽくなりますし、はい、日陰にするとオレンジが強くなりますね。特に、まあ、オートでよければオートでいいと思います。で、明るさもですね、露出補正っていう形でちょっと明るくしてみましょう。プラス 1.0 ぐらい、はい、どうでしょうか。画面明るくなりましたよね。でさらに次のページがありまして、ハイライトシャドウコントロールの機能がロー現像で使えます。明るい部分の明るさを、例えばコントラストを強くするんであれば、まあ、明るくしてですね、暗いところを暗くすると、ちょっとプレビューしてみます。そうするとコントラストは高くなってますね。あと中間部分も明るくしたり暗くしたりができます。こんな感じで、あとはアスペクト比を変えることもできますし、あとは高感度ノイズの低減だったりとかですね。もう1ページあります。色空間 Adobe RGB も選べます。さらにはデジタルシフトもですね、このカメラ内で、現像時にできるということです。で、全部で やり終わったら OK を押して、最終的な結果がこの画面に出ますので、これで良ければ実行、ちょっとやり直したければ中止を押していただいてですね、もう一回やり直すということができます。実行してみましょう。書き出したのが一番最後にですね、こういうふうに保存されておりますので、だいぶ変わりましたよね。例えば今と同じ設定を丸々ですね、次の写真にも適用させたいという時には、また OK ボタンからですね、ロー編集に入っていただいて、今の設定を実はこれ記憶されてるんですね。全く同じ形になりますので、そのままでよければもう OK ボタンを押していただくと同じパラメータでですね、現像が行われます。まあ、写真によってね、変えた方が多分いいと思うんですけども、同じような条件で撮ってるものについてはそういうことができますよということでね、はい、これが現像したものになります。で、あとは、現設定っていうのがありましたよね。一番上の現設定、これは現在のこのカメラのですね、設定に準じて、現像してくれるという形になります。例えば、今の詳細設定の中にないような項目ですね、ちょっと戻りましょうか。例えばスーパーコンパネの中にあるもので、そうですね、この辺シャープネスとかコントラストとか階調設定なんかですね、例えば階調オートで保存したいといった時にはオートにしておいて、こうするとですね、階調オートがかかった状態で、現像保存されます。 ISO 感度とか後から変えられないものもありますけども、後から変更できるものについてはカメラの設定さえ変えておけばですね、それで現像してくれます。例えばですね、電車でこう撮影に行った時なんかですね、帰り道、選んだりしますよね。その時に、まあ、ロー現像をカメラの中でしちゃったりとかですね、そういう空き時間を使って、時間を有効に使うこともできます。あとさらにですね、まあ、帰りの電車の中でっていう話ですと、まあ、お気に入りの写真、あ、これいいなと思ったらレーティングっていうのがつけられます。これは、ISO ボタンを押しながらダイヤルを回すと星の数がですね、今5つついてます。で、これダイヤルを回すとですね、まあ、減らすこともできるんで、まあ、1から5までですね、レーティングって形で選んでいただいて、5だったら5、こちらはちょっと4かなとかですね、仕分けすることができるようになってます。で、この状態でですね、画像に記録されますので、家に帰って OM ワークスペース
ペースでですね開いた時にそのレーティング機能というのが反映されるようになっております。後ほどですね、これ OM ワークスペースで見てみましょう。はい、こちらがですね OM ワークスペースの画面になります。すでにですね、パソコンから取り込んだ状態になっておりまして、カメラの中でですね先ほどレーティングという形で星のマークをつけましたけども、それがそのまま反映されております。さらにですね絞り込んでいくとかマークをつけたいときにはこちらの右上の方のですね左から2番目のアンテナマークみたいなやつですね、これを押すと左下にですねこのフィルターというのが出てきます。この境目をですねクリックしながら上にすると移動します。で今レーティング4と5チェックされてますけども、オフになってるんで、まあ、反映されてないということですね。これをオンにすると三つ星のものが消えます。4と5のみになります。逆に5だけとかですねつけないと全てが表示されたり、3だけとかこういう形で選んでいくこともできます。さらにですねカラーマークをつけたりということで、カラーマークをつけるには写真をクリックしてカラーマークですね、星プラスカラーマークという形で細かくですね仕分けすることが可能です。とりあえず今は全て表示にしておいてですね説明してまいります。で右上の方、今度は真ん中の i マークですね、インフォメーションになりますので、写真をクリックするとその写真のですね撮影データというのが一覧で見ることができます。どういう設定で撮っているのかということですね。で、マイプロパティというのがあって、たくさんありすぎると探すのが大変なので、よく見るやつだけですね、例えば右クリックを押していただいてマイプロパティに追加、もう今追加してあるやつはグレーアウトしますけども、こんな形でですね追加していただくとマイプロパティにですね追加されます。で削除も右クリックで可能です。でさらに、こちらですね丸3つのアイコンが編集パレットとなります。でこれもですねこの境界線のところをクリックしながら上下でですね割合を変えられますし、今とりあえず編集するときには情報必要ないということであれば、もう一回押すと詳細表示が消えてくれますので、まあ、広く使うことが可能です。こういうパラメータがですねありますよ。でさらにですねここのタブ見ていただくと、編集の基本だったりとかですねアートフィルターの効果だったりとかいろいろ分類がされておりますけども、よく使うのはこちらの基本のところですね。でお気に入りに登録することも可能です。あとはですね、レイアウトとして今左側のこの情報って必要ないんで、この左真ん中のですね矢印で隠すことができます。また表示したければ押していただくと出てくると。で、現像したい写真を、まあ、選んでですねダブルクリックするとこういう形でですね大きくなるんですが、今下にサムネイルがある状態なんで左右がね空いててもったいないですよね。で写真の大きさもこのぐらいになってますけども、これをですね、サムネイルをこういう形で横に避けることで写真がかなり大きく見ることができますので、この辺はうまく活用していただければと思います。であとは現像の時にですねちょっと暗かったかなとかですね、そういうところを補正していきます。例えば 0.5 ぐらいちょっと明るくしてみたりですね、ホワイトバランスもいろいろ変えることもできますし、まあ、数値でですね打ち込むことも可能です。で、仕上がりなんかもですねナチュラルからアイフィニッシュだったりカラークリエイターだったりビビットだったりということで選び直すことも可能です。ちょっとですね、まあ、この写真も少し分かりやすくするために明るさコントラストを少しいじって
ってみようと思います。トーンカーブでもいいんですけども、ハイライトシャドウでちょっとねいじってみましょう。ハイライト部分を少し明るめにしてですね、ちょっと分かりやすいように大げさにやりましょうかね。で、中間調も明るくしてみましょう。かなり明るくなりましたよね。シャドウ部分はちょっと締めてコントラストをつけるような形にすると、はい、ちょっと中間調を下げましょうかね。3ぐらいにしよう。どうでしょうか。で、オリジナルと比べたいときにはこの下のですね、2つ並んでるマークにすると比較ができます。この時はですね、横に2つ並べるんで、左にサムネイルがあるよりは下の方がですね、画面が大きくなるので切り替えていただくといいと思います。はい、まあ、こんな感じで良ければですね、書き出しっていう形で、こちら左上ですね、フォルダーのマークで JPEG に保存していきます。通常はですね、保存先っていうのは開いたフォルダが指定されるんですけども、こちらロー現像したものはロー現像のフォルダにっていう形で、保存先フォルダを記憶するっていうのにチェックを入れると、次もですね同じフォルダに保存してくれますよということですね。で、書き出します。それぞれですね、まあ写真が違うんでまたどんどん現像していけばいいんですけども、例えば同じようなところでですね、同じような、編集でいいやという場合には、今やったですね、この編集したものはここにペンマークがついてますけども、これをですね、現像の内容をコピーすることが可能です。あ、ここですね、今これでコピーすると今やった編集内容がコピーされます。で、同じようにじゃあこの画像にもですね、同じ編集内容を貼り付けようという時にはこちらの貼り付けを押していただくと全く同じパラメータが適用されます。で、オリジナルに戻すにはこちら矢印に棒が立っているものですね、これを押していただくと元に戻ります。でですね、さっきの写真に戻りますけども、これどんな処理をしたのかなっていうのがね、後からもう思い出せないですよね。で、そんな時にはこのペンのマークの中身を見ることができまして、まずはちょっと下のセット1から4ってあるんですが、4つほどですね、セットっていう形で覚えておいてくれる機能がありますので、ちょっと仮に1番にちょっと登録しておきます。で、名前もですね、例えばアジサイの編集とかいろいろ自分で覚えやすいように変えることが可能です。で、この内容をさっきのようにですね、これに適用したいっていう時に、セット1番をですね貼り付ける。で、その際にですね、どういう処理をしてたかっていうのが一覧でこう出てきますので、この辺を参考にですね、例えばハイライトシャドウコントロールはちょっとやめとこうとかですね、いうこともできます。で、貼り付けます。という感じですね。これ非常に便利なんで覚えておいていただくといいと思います。特にですね、同じようなところで何枚もですね撮るってことあると思うんで、こういう形で一遍に貼り付けることができます。例えば複数枚をですね、こう選択してですね、同じように貼り付けっていう形で、このサムネイルのままでできますので貼り付けます。そうすると4枚ともですね、今ちょっと変わったの分かりましたでしょうか。こんな感じで変わってきます。なんで複数枚にですね、一遍に同じ編集内容を貼り付けることができるというのも便利な機能かなと思います。
元に戻したければこれですね、オリジナルに戻して戻ります。あとはもうお好みでですね、例えばこちらの写真なんかだとちょっと明るさ足したいなというところですかね。で、ふんわりした感じを強調したいので、まあ、普段は霞の除去ってね、プラスの方で霞を取るっていう使い方なんですけども、逆にマイナスの方でですね、霞をちょっと付け加えるような感じにするとふわっとした感じになります。まあ、ファンタジックフォーカス的な感じですよね。で、明るくするとちょっと色は薄くなってくんで、例えばこちらの色調整っていうやつで、サイド、輝度、色相ってありますけども、サイドをですねプラスにしていくと色は濃くなってきます。で、適用前とオリジナルとですね、適用後比較すると、まあ、こんな感じですよね。で、サイドもですね、調整がまあいくつかあって、これでですね、一番下のサイドを使うとこんな感じですね。ちょっとおとなしめですよね。あんまり派手にはならない程度にしてくれます。で、もう一個サイドとしては、この仕上がりモードでですね、まあ、ビビットや、まあ、アイフィニッシュなんかっていうのはちょっと派手めにしてくれたりするんですが、カラークリエイターの中にもですね、ビビットをプラスすることができる機能がありまして、まあ、これなんかもですね、こんな感じで派手にしてくれます。まあ、お好みでいいかなと思います。で、まあ、これで良ければまた書き出しという形でですね、保存をしてまいります。あとですね、ちょっとこの辺の暗い部分がもう少し明るくなったらいいなというような写真の場合はですね、私がよく使うのはこの快調ですね。快調オートっていうのにすると暗い部分だけ持ち上げてくれますので、ちょっとね、明るくなりましたよね。あとはちょっとこのハイライトシャドウコントロールでシャドウ部を少し明るくするとかですね。どうでしょう、だいぶコントラストが低くなって柔らかい感じになってきました。で、まあ、これも書き出しという形で保存しますという感じでですね、やってみていただければと思います。3つ目ですけども、こちらはですね、カメラとパソコンを USB ケーブルでつないで、カメラのですね、画像処理エンジンを使って現像するというやり方があります。OM1 や OM1 Mark II の場合はですね、カメラとパソコンを USB ケーブルで接続し、カメラの電源を入れますとこのような表示になります。この中からこちらのですね、パソコンとカメラのマークにローって書いてあるものを選びます。EM1 Mark III の場合はですね、 USB でパソコンにつないだ状態で電源を入れますとこういう画面になります。 PC ローを選びます。 USB ロー現像の注意点ですけれども、1つ目、撮影したカメラと現像に使用するカメラは同一機種である必要があります。2つ目、 EM1 Mark II、Mark III、X はカメラについている機能の項目のみ現像時に変更が可能です。つまり、OM ワークスペースにしかないような機能は現像では使えないということですね。3つ目、 OM1 シリーズは OM ワークスペースにしかない機能も使えますけれども、 AI ノイズリダクションは非対応となっています。これはですね、お持ちのパソコンがちょっと古くてロー現像にすごく時間がかかるような場合におすすめです。性能のいいパソコンであればですね、パソコンでやった方が早い場合があります。これまた同じくですね、取り込み済みの写真なんですが、ね、今ですね、こちら右上を見ていただくとロー編集方法っていうのがあって、パソコンのマークになってますよね。ですので、これをカメラのマーク、 USB とカメラのマークですねにして接続をします。そうするとこ
ちらに変わりましたので、編集がカメラの画像処理エンジンでされるという形になります。今ね、写真選んでますけど、ここにカメラマークがついてますよね。カメラでペンのマークがあるんで、カメラで現像するモードです。一つ注意点なんですけれども、今こちらカメラマークがついておりますので、USB ロー現像の対象になっております。しかし、他の画像はですね、ついてないんですよね。ペンマークだけです。ですので、このままだと実はクリックした瞬間にこちらのですね、PC ローに戻ってしまいます。ですので、最初にですね、USB ロー現像で現像したい場合には、すべて選択をしておいて、USB ローのこのアイコンを押していただくと、すべてにですね、カメラのマークがついて、USB ロー現像の対象となります。これを忘れずにやっていただければと思います。はい、せっかくなんでですね、一つ USB ローで現像してみましょう。こちらの写真、ちょっとアートフィルターを使ってみようと思います。ポップアートにしてですね、色鮮やかになりましたよね。ちょっと派手すぎる感じです。で、効果の中に、ソフトフォーカス効果っていうのがあって、ファンタジックフォーカスと掛け合わせるようなイメージになります。そうするとちょっとふわっとですね、柔らかい感じになると思うんですけども、なりましたよね。ただちょっと、色鮮やかすぎるかなっていう気もするので、再度落としてみましょうか。ちょっと一番マイナスにしてみます。で、ちょっと色が落ちましたよね。まあこんな感じでいいですし、もうちょっと明るさをね、足してみてもいいかなと思います。はい、こんな感じですかね。で、書き出しっていう形でですね、保存します。少し長くなりましたが、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。